リキやミヤビ破天荒夫婦。今日はフェスに来ました。初のフェスじゃん。ほんまにね、人生初めて。あのジャニーズ以外のコンサートあんまり行かへんからね、こういうの楽しみやわ。今日はあのミュージックサーカスっていうイベントに呼ばれまして、呼ばれまして、なんと出るんやで。チロでこうやるだけや。あと、うん、阿波踊りそれ阿波踊りか。久しぶりに僕がカメラ回してる、はい、確かにいい感じ。ええ感じです、うん、懐かしいこの感じ。何のフェス？ミュージックサーカス。なんかあのほんまにパリピのイベントやな。いいキャス全部出てきてもらえる。デブ言うなよ。あ、デブ。ミヤビのさ、見た目はさ、パリピやな。かわいい。お前なんか K-POP アイドル系？そう、K-POP 意識した。ちょ、つけてみよ、サングラス。ミヤビめっちゃいい感じ。うん、え、あ、見てみ。ただのデブのおっさんやん。まあ今日はあと友達のインフルエンサーも普通にはい、いますんで。お、あれじゃん、関係者っぽい感じで通れんじゃう。まあ関係者やからさ、みやびはビップ待遇や。だって出るんやもん。出ますからね。はい、みやびです、お願いします。みやびです、お願いします。それで通ったらおもろいけど。え、すげえ。あ、すごい。あれなんてやん、あれなんてやん。鳥海なんですけど。お、清水翔太。え、清水翔太も来んねん今日。あ、ほんまや。まあ、すごいね。決めてんの、はい、やばい、失敗した。今ね、右ね、ラインストーンつけんねん。ね、怖いって。うん、よかった。手術痛いって。争うな。衣装チェンジ。ついてまだ10分ぐらい。うん。もう出番です。はい。もう出番です。それ何？どれ？水鉄砲。で、これ梅毒。これあの今回のステージのね。これ。はい。梅毒ステージ。終わった後梅毒もいっぱい押し売りしに行くから。はい。いろんなところに。梅味のお酒やって。めっちゃ人やるんやけど、やばいって。こんなさ、大勢の前でさ、ダンスなんか初めてやわ。緊張してる？緊張してない。だってな、バックダンサーやから緊張せへん。3曲目のラストサビだけ。ただ、人はまあまあおるよ。人はまあまあおる。一瞬だけやけど、ちゃんとみんな目に焼き付けてな。よろしく。バイトくんのステージでみやび踊るから見てや、絶対。ほんで動画撮って送って。今狙う練習がいるから。こいつ、こいつです。いやいや、こいつ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 、ほんまにやってない。今、私、近藤さんのスマイルを持ってくる。エンジン、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 エンジン。じゃあ、皆さん、今日はバイドックステージ盛り上げていきましょう。はい。
一瞬やったな。はい、ハチ公夫婦のミキヤ君とピャピャ、うわーみたいな、あれ嬉しかった。そんな気がした。だって最後も帰るときな、うん、なんかもう、うわーいや、はい、本当にさっきの演出マジ完璧でした、はい、こうやって踊ったらめちゃくちゃおもろかった。めちゃおもろかった。最高、ありがとうございます。すいません。ケータリング、ケータリング出番終わって幸せか。はい、待って、これがなくなって、うん、さっきいっぱいあったの。何これ、カツ丼のどんのなんかこうどんをこうカツ丼のやつある。めっちゃいっぱいあったのに。ありがとう。いただきます。うまい。こんちゃん多分芋。なんだこれ。おいしい。こんちゃん芋食べる。なんか釣りの餌みたいな味やな。控えす。あれやで。あれも。あかんです。絶対絶対あかん絶対あかん。梅酒のめちゃくちゃきついやつやな。うん、間違いない。やばい。やばい。動機が。キロ超えてるぞ。動機が。ねえねえ、これも。やばい。方がいいですよ。いっぱい飲み飲みで。なんかな、腸が焼けた。焼けた。ほんまに腸が焼けたぐらいやばい。今ね、VVIP。VVIP。あの一番高い VIP 席。あと160万。すごいな。すごい。バイドック の、 あの人たちがいるところで今から飲みます。はい。はい。死ぬよ。こんな俺いるわけじゃん。バイドック、いただきます。いただきます。よっしゃ、よっしゃ。飲みやすいです。美味しいです。梅干しのちょっと。梅酒好きやから俺。行っちゃうよこれ。はい。ちょっと開けよう。バイドック。アポ。帰られんこれ。アポ持ってこーい。ハラミ？え、ハラミバリ並ぶやん。え？みやび牛タン餃子でいいで。あ、でも牛タン。お前選ぶやつシュールやな。え？え、だってハラミバリ並んでんもん。え、じゃあ餃子食べます。みやびも食べる。あ、みやびも食べる。お腹あった2人前いただきます。おいしい。おいしい。ありがとうございます。止まるところだ。止まるところ。口の中見えてる。タンの味がタンの風。何する。うまい。あ、ニンニク食いてうまい。うん、うん、あー独身やったらよかったな。はい。炊けますもんね。うん。多分俺今日5人炊ける気がすんねんな。独身のみやったら。そのちょっと仮面夫婦になれるように頑張ります。何な、仮面夫婦やな俺らな。どういうこと？はい。はい。いやいや嘘だ。撮影中だよね。いいよ、みやびはのウェルカム。撮影中でも全然声かけて。お前だけ好感度上げようとしてんな。声かけてもらった方が嬉しいやん。撮影なんか何回でも撮り直せんねんから。ヤマトアンチ。撮影中だよね。まあええけど。はい、電波悪。あのね、6時超えたからね、 TikTok の更新しようと思ってるんですけど、電波が悪すぎてあげれません。だから今電波探しの旅行ってる。会場あれやもん。うん、戻るのしんどなんてまんまん。でもこれ今まで毎日投稿6時台にずっとやってきてるから、今 途切れたら悲しいよ。はいはい、いい感じ、電波いい感じ。今 97% 雅は。はい、戻れまーす。あ、待て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 。俺を置いてくな。はい、わかりました。 TikTok 俺まだ 35% やから。さよなら。待てや。一人やだもん。一人やだもん。いや、一人やだもん。あかんじゃん。危ない。もう天罰が当たった。バイバイ。あの、だって清水翔太見たいし。
おデブちゃんバイバイ。やばい。終わった。終わったじゃん。終わった。終わった。アンコール。アンコール。あれ？曲終わりました。一番いいラブソングが。じゃあ2人で歌おうか。もういいよ。いいね。ほんまにあかん、ほんまにあかん、ほんまにあかんって、ほんまにあかん。ちょっと待って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 、ほんまにあかん。解き放たれた。うん。ちょっと来週からクラブ行くかもしれない。楽しそうやったし、あのステージめちゃめちゃ輝いてたよ。あれはマジでいい思い出だった。ちょっと早く自分の姿見たい、ステージで踊ってる。どんな感じなんやろ。俺裏で見てて、すげえスターやーってなった。あ、なんかちょっと嬉しかった俺が。声援くれた子ありがとう。確かに。まあということでね、来年はもっともっと頑張るということで、はい。まあ、カンコレ出れたらね、あ、目標カンコレにしよう、とりあえずの、うん、はい。まあ、その前にね、イベントありますので、はい、ということで、次回阿波踊りで会いましょう。バイバイ。でももしかしたら台風でなくなるかもしれないです。まあ、台風でなくなったら次カンコレの練習のなんかあのレレコレっていう、あ、違うで、リキやな、リリコレのことレレコレって。おじさんやから、リリコレクション RE をね、レって読むねん。